はい、住民主党デジタル版対談企画で、ございます。司会はネットメディア局長の平正明です。よろしくお願いします。今日はですね、シンガポールからアスターネットワークファンダーの渡辺壮太さんにおいでをいただきました。そして、河野太郎広報本部長と対談ということで、今日はどうぞよろしくお願いいたします。渡辺さん、シンガポールからわざわざいらっしゃいましてありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。で、渡辺壮太さん的に Web1.2.3 ってこういうイメージだよねみたいなところがあれば、はい、まずその辺からお話しいただければと思います。そうですね、Web3 っていうのが今ものすごく流行っていて、まあ、定義自体がまだ固まってないんですけども、こう技術をわからない人向けに言うと、こうデジタル上での今フランス革命が起きているね。もともと農耕社会あって、でそこからこう貴族制とか王制があって、そこはまあフランス革命倒されて、こう民主主義の方に向かっていくわけですけども、デジタル上も結構同じで、もともと Web1 の時にみんなこうサーバーとサーバーつないで、こうちっちゃい村みたいな感じだったんで、それがこう経済合理性でこう絶対王制に今なってると、バカーマンになってます。で、そこに対してブロックチェーンとか Web3 みたいな技術、分散、事実分散的な技術が入ることによって、それをデジタル上でしっかり民主化していきましょうって、このムーブメント、この、まあ、文化みたいなものが、今、抗議の意味で Web3 というふうに使われます。なるほど。その時によく言われるのが DAO っていう、そうね、なんか組織の仕組みが出てくると言われてて、はい、多分、ソータさんもどっかで、この自分の会社はそのうち DAO になんか移乗するみたいなことを言ってますけど、はいはい、そうすると DAO っていうのは Web3 の中でどんな役割を、そうですね、そもそも DAO って何っていうのを説明をしてもらって、はい、で Web3 でどういう役割を果たすものなんですか。はい、DAO っていうのがディセントライズ・オートノモス・オーガニゼーションっていう自立分散組織の略なんですけれども、ブロックチェーンっていうのが本当に24時間365日、誰に対しても開かれ続けてるっていうのが本質だと思ってます。で、そうするとこう世界中の本当に名前とか知らない、年齢も知らない、宗教も分からないような人たちがこううぞうむぞうとしてこうコンセンサスを色取っていくんですね。で、その時にこう日本円でもダメだし US ドルでもダメで、トークンっていうものが必要になる。そのトークンっていうものを用いてエコシステムにいる人たちがコンセンサスを取って、ブロックチェーンとかプロダクトのアップデートを図っていくっていうのが DAO ですね。で、それが今後、まあ、平先生おっしゃってましたけど、株式会社がトークン型会社みたいになってくるというふうに言って、我々がやりたいのはビットコインの裏側に会社ないんです、うん、でもみんな自由、数万数十万で人たち自由にやってうまく回ってるコシステム、うん、イーサリアムの裏側にも会社ないんですけども、アスターの裏側にも会社がある状態なので、うん、このアスターネットワークをこうコミュニティに対してエクジットする、でコミュニティのメンバーが自立分散的に管理をする、我々ステークテクノロジーズと会社は潰すというのが我々のやりたいこと で、これが、資本主義、まあ、株式会社というものが始まってからこの方みんな株式会社ですと、一番大きい会社って今株式会社東インドオランダ会社なんですそこからもう ガーパですよ、超えてないんですよ。でそのゲームチェンジができる可能性があるのがこの DAO とか、DAO の裏側にはブロックチェーンの技術があるから DAO ができる。そうですね。そうですね。まあ、例えば1トークンが1投票権だとしたときに、この投票権の数が勝手に増えないっていうのをブロックチェーンがあると証明する。技術的に。はい。なので、ブロックチェーンが必要だと思います。だからまさにその株式市場、株だと株式市場にエグジットするのが、コミュニティにエグジットするっていう感じと、あとまさにそのなんていうのか、民主的な、民主主義的なルールで自動的に動いていく、自律的に動いていくっていう、まあ、そう両方ありますよね。そうですね。それこそ成長と分配とかめちゃくちゃ近いましょう。で、それはアップルとかってアップル1から使ってる人も、アップル今13とかですか、使う人って同じなんです、うん、同じ年扱われるんですね、アップルの。で、儲かってのアップの株主じゃないですか、うん、でもそれがブロックチェーンとかだったら、我々めちゃくちゃ小さい時に入ってきた人たちにちゃんとトークンが配られて、うん、でエコシステムが大きくなると、まあ、その人たちがしっかり中心メンバーとともに、まあ、金銭的にもしっかり稼げるようになってくると、うん、それがすごい大きな Web2 と Web3 の違い、株式会社と DAO の違いだと思います。なるほど、ね、こ
これ今成長と分配というキーワードがですね、うん、田辺さんから出ましたけど、なんかどっかで聞いたようなことなんかそうですね。そうすると新しい資本主義っていうのは話ですが、Web3 だと、まあその話はまた後でということで、アメリカで大統領令が出ましたよね。それでその時にその中央銀行が発行していない通貨みたいなもの、暗号資産が確か300兆円スケールとして去年の11月時点でということで、もう多分今もしかしたら日本の GDP 抜いてるかもしれないと思うんですが、これ世界は今この Web3 に対して、まあ、どういう空気感？アメリカの例だけで言うと、私大体アメリカにものすごく行く機会が多いんですけれども、やっぱりこの前の大統領令が結構象徴的で、うん、初めての暗号資産に対する大統領令なんですね。で、各省庁が、例えば金融庁とか財務省とか あれですね、経産省みたいなアメリカにもあると思ってて、そこの人たちが結構こういろんな意見があるんですね。でその意見で足を引っ張ってたので、うん、こうバイデン大統領が大統領令っていう名前でこの暗号資産に対するリスクとベネフィット、これをしっかり分析をして、レポートを出せっていう、180日以内にやれっていうのをトップダウン決めたと。で、アメリカは本当に本気だなっていうふうに思います。やっぱりこの暗号資産っていうものが次の、イノベーションになると。で、ここで世界的なリーダーシップを取れるかどうかが、アメリカっていう国にとっても非常に重要だというふうにおっしゃってたりとか、この前2日前に英国ですね、イギリスの財務省が NFT を発行した。それも多分アピールでやってるんですよ。NFT をやるっていう、暗号資産の金融のハブにするっていう風にやってますね。なので日本もこうリーダーシップを取るのを順々と、うん。バイデンが出した大統領令に当たるものが平正明が出したホワイトペーパーみたいな。まあ党はこのホワイトペーパー出させていただきましたけど、やっぱり大事なのは政府がそうですね。やっぱりコミットするっていうのが次の段階で大事なんじゃないかなと思いますよね。その渡辺壮太さんが今日なぜシンガポールから来なきゃいけなかったかっていうところへ入るわけですけども、なぜそんな前途有望な26歳の純ジャパな青年が純ジャパがね、シンガポールなんですか？いや、やっぱり今日本の税制はすごい世界的に出遅れてる部分がありまして、一番スタートアップにとって重いのが法人が暗号資産を保有することによる期末における課税ですね。持ってるだけで課税対象になると。含み益だけで、未実現利益が課税対象になるんですね。例えば今、アスターっていうものを我々作っておりまして、日本初のレイヤー1パブリックブロックチェーンなんですけども、時価総額がだいたい2000億円くらい今あるんですね。でそのうちのちょっと計算分かりやすくするために 50% を我々が持ってるんですよ。会社で持ってます。これ1000億円になります。でこれを例えば12月が期末だとして、今年12月時点に1000億円持ってたら、来年で払う税金が300億円超えるんですよ。300億円ないんです。だからもう、節税とかじゃなくて5回くらい発生した。で、それをシンガポールとか、スイスとかでやってる会社は、これゼロなんです。そこがそもそも課税対象になってない。そうすると、じゃその300億円使って、これグローバルな国際競争なので、その300億円使ってそれ数千人雇ってできるチームと、それを納税をしなければいけないチームと勝てないんですかね、そういう現状があって海外に出ざるを得なかったという。それは1000億の暗号資産を持っていて、それは売却すればね、はい、それは利益では確定して1000億ですと、はいはい、だけど利益はまだ確定してないし、その持ってるだけですよ。その価値が来年900億になったら、その100億分は払い戻しをしてくれるわけはないでしょ、ないです。国税庁は。ないです。なので、下がってしまったら本当に払えない、もともと払えないんですよ。それはもう不可能。その税制がやっぱり一番の問題点。そうですね、その税制が一番の問題点であるのと、あとやはりその暗号資産を交換もしくは媒介することに対するライセンスが日本だと必要なので、このライセンスを取るのにまで1年2年というふうにかかってしまうと、どうしてもその分散型の金融とかイノベーティブなユースケースをやっている人たちにとっては、1年あったらこれでは本当に業界、普通の業界の10年くらい変わっちゃうので、ビジネスチャンスを逃すということですか。まさにですね、去年ぐらいから問題になっているガバナンストークンへの
自家評価課税とか、うん、渡辺聡太問題とかになってるやつで、これをやってるとどんな有望なそのブロックチェーンの技術者やスタートアップも日本で起業したら潰れちゃうよねっていうことで、うん、海外に出てるシンガポール移住促進税制になっている。で一方で、あの Web3 の世界は、まあ、さっきも言ったように、もう日本の GDP これすぐまたその2倍3倍4倍にすぐなっていくんだと思うんですよね。だそこに、まあ、ちゃんと日本政府もしくは自民党がコミットする必要があるんじゃないかということで、この間、ノンファンジブルトークン、プロジェクトチームでですね、この NFT ホワイトペーパーっていうのを網羅的に作って、あとはこれをですねちゃんと政府にコミットをしてもらうっていうことなんだというふうに思いますので、ぜひもうすでに新しい資本主義の設計図はそこにあります。そうですね、うん、まあ、でもまさにあの渡辺聡太さん言ったけど、その成長と分配で、確か岸田総理の施政方針演説で特に成長のとこはスタートアップを応援しましょうとか、うん、あとはまあ新しい資本主義ってこれもう本当経済学者が何十年かけてやるようなことを打ち出している中で、まあ、まさに Web3 っていうのはそうだっていうとか、うん、もうちょっとなんかこう、もし新しい資本主義は Web3 だっていうんでよければ、あのヒントとなり、あのなんか思うところがあれば。そうですね、やっぱりその DAO、トークンによってインセンティブ設計された人たちが、不特定多数の人たちが今まで会社だったものをこうマネジメントしていくのはすごい新しい形態だなっていうふうに思っていて、例えば Facebook ありますよね。 Facebook とかもこう Facebook って会社がなかったら我々は社使えないじゃないですか、うんうん、Twitter も Twitter って会社がなかったら社使えないんですよ、うん、でもアスターネットワークだとか、まあ、イーサリアムだとかは別に明日我々の会社がなくなっても動き続けるんですよ、うん、でコミュニティのメンバーがマネジメントして反映をしていくと、そういう技術によって新しい株式会社みたいな形態が作られてきていると。それをできるような法律および税制にしていくっていうことが、まあ、今後その日本が国際的なリーダーシップを取る上で非常に重要だというふうに。あの渡辺聡太というともうみんなおーっていう感じになってますが、今渡辺聡太がやっていることが高い評価を受けているのは何がすごいっていうのをこう分かりやすく説明をしていただくと、どういうことだと言えばいいですか。そうですね、あの、まあ、ブロックチェーン的な技術的に多分進んだことをやってるっていうのはもちろんあるんですけれども、やはりこう若い世代がもう本当にデイゼロからグローバルをマーケットにしてやっているっていう部分で、多分アップサイドが相当違うっていうのは、うん、これまで Web2 とか Web1 とかだったら、例えば日本マーケットで東京証券取引所とかも、はい、縛られてやってた部分がもう Web3 だとデイ1からグローバルなんですよ、うん、で今社員30人くらいいて、アメリカ20、アジア20、ヨーロッパ20みたいな感じで、もう年間押しでこう20時間体制やってるんですけど、そういうのが結構当たり前になってきて、その体制を作れているっていう部分が評価されているんじゃないかなと。だから AKB だと1億2000万だけど、 BTS だともう70億みたいな、最初から BTS を目指そうみたいにシンガポールへ行っちゃった。そうです、行きたくないんですよ本当は。それをなんとかこう本当は行きたくないんですよ、東京でもできるようにして、東京でもね、渡辺聡太が戻ってきたぞと、あ、日本変わったなってことですね。変わったなっていうね。これさっきあのレイヤー1のブロックチェーンで言いましたけど、それは どういう意味なんでしょうか。今こう基盤となるようなブロックチェーンがあって、ビットコインだとか、はい、あれはあの通貨っていうかデジタルゴールド、はい、でイーサリアムみたいなこうアプリケーションを開発できる、まあ、アップルストアとか、うん、Google Play ストアみたいなものが出てきて、でもこれだと今こういろんな人たちが使って遅いとか高いとか問題が出てるんで、まあ、いろんなソラナとかアバランチとかアスターとかポルカドットとかも本当にいろんなチェーンが出てきてます、うん、でインターネットで昔繋がってなかったじゃないですか、うんはい、だからスタンフォードのネットワーク、バークレーのネットワーク、その日本の自民党のネットワーク、今この状態です。で次のフェーズがこれ繋がるんですね、それぞれのブロックチェーンが繋がる世界観になる、はい、でそうするとこう今までこう分数こうもう喧嘩してるんですよ、みんなビットコインとイーサリアムとか、それがみんな繋がり出すとイーサリアム上ね NFT をこのビットコインで安く買えるようになったりとか、うん、あのイーサリアム上のトークンでアスターの上の、まあ、DeFi 分散金融を動かしたりとかできるようになります。でそれが安く早くできるようになると本当に社会的にマスアダプションに近づくまで一歩になると。で我々はその相互運用インターオペラビリティのプロトコルを一個作っているという感じ。
それは、まあ、物理的にはこうネットがつながっているわけだから、はいはい、それをつなげるためには何をすればいい、つながっていくんですか。あ、それは結構難しい問題なんですけれども、そうですね、技術的な話になっちゃうんですけれども、まあ、今ってブロックチェーンって国みたいなもので、アメリカとこう EU とかドイツとか、まあ、ドイツとかフランスとかになる中で、やっぱりその EU っていうこの共通のこうレイヤーを作る。で、その中でこの行き来は自由にしましょうみたいなのがこう EU みたいな存在を欠けてるんですよね。その国の全部の国のメリットになるためにみんなで調整してやりましょうみたいな、あの技術が欠けてるので、この技術レイヤーを今作れてるってことですね。ブロックチェーンとブロックチェーンをつなげるブロックチェーンみたいな。そうです、そうです。ブロックチェーンとブロックチェーンをつなげるブロックチェーンだみたいな。だから、まあ、まさにだから渡辺壮太さん何をやろうかとして、何を やろうとしてるかというと、まあ、天下統一をしようとしてるわけですね。織田信長とダメか、徳川家康みたいな。だからそのブロックチェーンが点在しているの。そうすると、例えば、まあ、まさに NFT みたいなものを買ったのを、うん、こっちのブロックチェーンの世界からこっちのブロックチェーンの世界に持っていけるとかいうことになるんで、多分その世界が一気に広がる。で、今までレイヤー1って、いなかったですよ、日本。だって Web2 は全部取られてた、うん、わけですよね、うん、だからこの Web3 でいきなりレイヤー1ってしかもこう群雄割拠してるところを統一しようとしてるんですよ、ね、そういうことでしょ。いや本当にそういうことです。だから本当に競合めちゃくちゃ強いです、うん、それこそ Web2 でいう Google とか Microsoft みたいなところがいて、まあ、そこから日本発でしっかりプラットフォームを出さなくちゃいけない、うん、まあ、プラットフォームが胴元になるんで、まあ、ブロックチェーンの胴元って考え方はないんですけど、ここが一番重要になるんで、うん、ここを日本人として取りに行かなければならないっていうこと。今日本人でそれを取りに行こうぜと言ってるのは何人ぐらいいるんですか。レイヤー1だと僕しかいない。あ、そうそう、レイヤー1が僕はすごい価値あると思うんですよ、うん、上の方はいろいろあるんですよ。で、この元の元を取りに行ってるっていう。そうですね。そこはぜひ、あの、織田信長本能寺を乗り越えて頑張れし、だからもうさっきのやっぱり象徴的っていうか印象的なのは、あのデジタルの世界でフランス革命が起きているとか、株式会社に代わる DAO っていう仕組みが出てきているとか、もうそういう世界観ですよね。だからここでそのせっかく起業してブロックチェーンでトークン出してそれ持ってなきゃいけない自分たちで、それを自家評価に無理くり自家評価させられて、税金ねって言われちゃうと、ほら日本でできませんという話で、だから Web3 に貼るか貼らないか問題ってちょっと前まであったんだけど、暗号資産も含めて。でも今アメリカは大統領令、イギリスは NFT を財務省が発行しますって世界観の中でもう貼らないっていう選択肢はもうなくなったと思うんです。だからその選択肢なくなったことをどう自民党の中とか政府の中で共有して、最終的に渡辺壮太さんがちゃんと日本にいたねと、まあ、あの帰ってくるとき、あの蒲田あたりにですね、オタクの帰ってきてもらうといいかなと思ってますけど、その26歳で世界を統一しようという渡辺壮太っていうのは、一体全体いくつの時にこの道に入ったんですか。それで言うと20とかだと思いますね。もともとアメリカとかだって、中国、ロシア、インドで NPO 的な活動をしていて、本当に、まあ、当時のインドって高校生の時から大学1年生の時から当時のインドとかもう道端に死にそうな人たちいっぱいいるんですよね、うんうん、で、まあ、かたや日本でそういう人たちいなくて、すごい恵まれてるステータスいるんだなとマクロで認知をして、やっぱりじゃあ世界にインパクトを与えられる人間になりたいなと。でその時にやっぱりこうブロックチェーンっていう技術が、個人をエンパワーメントする技術というふうに思ってまして、でこう大きな Web3 っていう波が来てるので、そこの波に乗ってしっかり自分たちがプラットフォームを作って、個人としても会社としても成長して、まあ、自分たちがこう、まあ、自分がこう途上国とかで見てきた人たちに対してしっかり技術という武器を配りたいというふうに思うようになりました、うん、素晴らしい。Web2.0 で結構みんな世界に発信できるようになって、うん、才能もこう世界に発信して、これですごい世界は民主的になって平等になってチャンスにあふれる世界が来るかなと思ったら、
結果プラットフォーマーが富を全部持っていて、まあなんていうのかな、一方で貧富の格差のみならずね、社会の分断まで生み出したっていうところに Web3 が出てきて、まあ、それを解消するっていう、だから単なる技術革新じゃなくて、かなり社会変革ですよね。インターネットと同じくらいのところ、マルチの中途があると思います。うん、ぜひ時間も限られているので、まあ、そういうシンガポールで最前線で、レイヤー1で天下統一をやろうと思って頑張ってる渡辺さんから、もう自民党ちゃんとしてよとか、もうあんたたちおじさん政治家をちゃんとやってよみたいな、もっとこうやってほしいとか、はい、まあ、今のまさにその課税の問題もありますけど、はい、まあ、全部含めて、はい、ぜひ河野さんの方に。はい、やっぱり課税とかに関しては、まずもう、些細な、まあ、重要ですけれども、だと思ってて、まず一番最初に重要なのは、政府がやっぱり Web3 をやるっていうふうに宣言をすることだというふうに、ね、コミットするってことですね。はい、もうアメリカやってますし、イギリスもやってて、うん、で日本はどうなんだみたいなステータスだと思うんですけど、これを本当にやるっていうことです。それもこの業界ものすごく流れが早いので、うん、じゃあ2年後にそれをやっても、これはみんなやってるんですよ。うん、だから今やること、今ちょっと言い過ぎですけど、うん、数ヶ月以内にやることがものすごく意味のあることだという。で、やっぱりこう若い世代の人たちがすごいクリプトとかブロックチェーンっていうのにすごい感化されてやってる中で、やっぱりこう若い人たち、僕とか26なんてこう失われた30年失われ続けてるんですけど、本当ごめんね、いやで、そこでやっぱりこう自分もそうですけど、希望になるようなことをやりたいなっていうふうに思います。で、日本から日本政府がこう例えばファンドを作って、そこからどこに入れるとか、例えば僕は民間の人間なんで、アスターネットワークがこうイーサリアムと同じくらいの規模になると、で、そうするとやっぱり若い人たちの目線もより日本からグローバルでじゃあどう勝つのかっていうことになってくると思いますし、結局今後少子高齢化になっていく中で外貨稼いでこないと日本っていう国がもうみんな貧しくなっちゃうだけなんで、やっぱりこうグローバル視点で日本が国際的なリーダーシップを取れるかっていうと、民間がちゃんと結果を出せるかっていうが大事だと思います。そういった点で、自民党の先生方にはぜひ Web3 を国家戦略ということでやっていただきたいなと。その河野さんのホワイトペーパーいいですか、個人的に。平らチームで作った自民党 の, NFT の, ホワイトペーパー作りました。これ近々英語版も出ます。これどこへ行けば、はい、皆さんは見ることこれ私の今ホームページまだこれ案なんです。それで今またいろんな人から意見をもらっていて、で、まあ、党の正式な案に、はい、まあ、近々なると思います。まあ、ちょっと多少修正はされるかもしれませんけども、そしたら自民党のホームページでも見れるように もちろん自民党のホームページでも見れるようになりますけども、うん、ちょっと河野さんに締めのコメントもらう前に、ちょっと渡辺壮太さんのこのホワイトペーパーのちょっと評価などを聞いてみますね。もう読んでもらってるんだ。読みました。いや、これ本当に先ほど平先生が数ヶ月でキャッチアップしたっておっしゃってたんですけど、数ヶ月のレベルじゃないんですね。ものすごく理解されてるなというふうに思っていて、本当に日本のこれが本当に実現すれば、そうですね、未来は明るいなというふうに思いました。これだって本当に自民党が書いたのってっていうぐらいちゃんとキャッチアップしてます。ただまあこれから我々の仕事は、まあ、民主主義の国ですから、ちゃんと手続きを経て実現をしていくっていうことだと思います。それではそろそろ時間なので、最後に河野太郎本部長から、はい。やっぱり日本経済失われた30年と言われて、多分渡辺さん世代というのは生まれた時からなんとなくこう日本経済が地盤沈下している中で生きていたと思いますけども、それをひっくり返すためにも、もう改革をしっかり、もう抜本的な改革をやって日本経済をもう一回前へ進めて、やっぱり若い世代が今年より来年、今日より明日日本は良くなるっていう希望が持てる国にしていかなきゃいけないと思ってます。もういろんな設計図はあるんだけども、その設計図通りに改革を実現できるかっていう実行力が試される時代になってきたと思いますんで、我々しっかりやりきって、ソトさんが東京へ戻ってくる、蒲田に戻ってくる戻ってくるじゃないかそういう時代を作りたいと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、渡辺壮太さん、今日わざわざありがとうございました。